康にはぴったり、稲を育てるとてもいい土なんだよ。さあ、ということで、いろんなもの、あそこには化石もあるっていう噂があります。ね、あとね、鳥のこと調べたい、知りたい人、植物の名前を知り、名前をね、知りたい人、昆虫を知りたい人、魚を知りたい人、これ知性昆虫いろいろ、あとマムシはいますか、ここは。マムシいます。マムシがいるかもしれませんから、いきなり草むらに手を突っ込むと噛まれます。最も危険です。足を噛まれます。でも大丈夫、クマだから、ね、クマさんも大丈夫だと思います。じゃあ、でも気をつけてください。いいですか、草むらに群れ、いきなり足を突っ込まないこと、うん、それあの手も掴まないこと、それだけ注意してれば、ヘビは自分で逃げてるから大丈夫だと思いますが、みんな、どのぐらいの範囲にしましょうか。あんまり遠く行っちゃうから、この見える範囲で活動してください。で、あの、分かんないことがあったら僕を呼んでもらってもいいし、僕もあの回ってるので、あの、聞いてください。なかなか向けないんですね。向けてきた。どうやってきた？穴開けた。あ、本当だ。すごいぞ。それをさ、どこ蒸したり潰したりして、なんか人間も食べれるみたいだよ。じっと。オッケー。向けた？なんか女の子たちこれに。脱げ。どうぞ。なかなか苦戦してます。普通に生き物探すよりマコ見てて面白いわ。面白い生き物だな。お前も生き物だ。よくわかってない。うん。そのぐらいは。なんでそんなの持ってきてんの。頑張りました。鳴らして、マジで怖い。どっか行った？なんもいねえ。なんか行った？見ねえけど取れない。今なんかカエルが飛び込んだぞ。ここら辺に、うん、そこに入った。なんかポチャン。やっぱり人の気配は。早く打てよ。連発するんだよ。ヒーキングのパワーなめんだよ。クマ対策だ。え、マジ？しょぼ。あれってクマ用にもなるよね。なるか。アユちゃんお魚好きなんですって。なんか変なのいっぱい見てる。あ、やった、よかったじゃん。なんか変なのいる。見せて見せて。
変なちっちゃい幼虫みたいな、なんだろうね、入れてみれば。何ですか、動いてるやつ。エビ、横エビ。いらない。エビだよ、エビ。エビだよ、エビ。エビ嫌い。エビどれ。エビが嫌いなの、大嫌いなの。食べたくないの。食べエビの、エビが嫌いなの。エビが、エビあげるんだよ。おー、触ろうとするの。普通に手で触ってみなよ。手洗えねえもん。手その水で大丈夫だよ。そうそう。全然平気。こう触って。拭いて。そこもしつけんじゃん。たまにはそっちよ。何いたの？お役の？ほらいた。あ、なんか気持ち悪い。どうに？土壌入れて。土壌いた。へぇー。すごいね。土壌？どこでそんなもの捕まえる。無情じゃない、ヤツメだよ、ヤツメ。ヤツメって何？うなぎみたいなやつ。もうなんだそれ。あ、土壌。そう。うわ、ひやい。土壌も。あ、いいよ。ちょっと待って。なんか、めっちゃ捕まえてるし。シガニかなんか。取りに行くの？違う。あ、書くの？ヤゴを感じる。いらないものを捕まえる女子。いらないものじゃないよ。おお、正解。いいかもよ。その中にね、タモが入っちゃう。100個ぐらいかな。すきもい。でも可愛いっていうことにしとこう。あ、気持ちいい。お、それあれだ。あんな、なんじゃらカエルの卵。今水汲んで、走ってるし、あのアミノスクラブダムちょっと見てください。おぉ、都会っ子だから。アイちゃんどうした？大丈夫、大丈夫。あ、リナもあった。いいの、いいの。まずアミスクって、アミスク。あった。今かわしたら大丈夫。置いてって、そっちの。あー、よし、はい。じゃ流れちゃったんだね。寝てる。え、脱いじゃったよ。脱がなくていい。まずアミはタノンちゃん、そこまで行ってさ、ちょっと網取ってあげる。はい、写真撮るよ。はい、撮れる。はい、じゃあもう一匹は。はい、あ、もう一つ。よし、撮った。気持ち悪い。卵、卵。まだ撮れない。それで守ってんの、ね、卵。その泡で。泡？これ泡なの？これ泡なんだ。僕がね、10年ぐらい前に来た時、なんかちょっと生き物減ったような感じでした。もうあの時サンショウもいたしね、あとトンボもいろいろ種類いました。え、これはね、ガガンボの幼虫。マイク持ってる人いる？抜け殻持ってる人いる？オタマジャクシがいましたけど、アカガエルのオタマジャクシ。アカガエルね、あとヒキガエルのお友達が、あの山の横の水路の上ここにいるのはみんな赤ガエルみたいですね。あとオニヤンマがいたね。オニヤンマ、3歳のオニヤンマのヤゴと2歳のオニヤンマのヤゴと1歳のオニヤンマのヤゴ、大きさが違います。カエルのふわふわ のマシュマロみたいなね、それシュレーゲルアオガエル。泡の中に卵が知らないでしょ、それ。じゃあ、あと他に質問ないですか？楽しかったですか？はい。本当はみんなで全員で探検行けばよかったですね。怪我に続出だと思います。
行ったけどね、諦めて帰った人まで行くぐらい、それぐらい恐ろしいコースですよ。俺も行ってきました。質問何ですか？分かんないもの、まだ他にも分かんなかったもの何？聞きました？どうですか、大丈夫ですか？今から6000年ぐらい前、4000年ぐらい前はここは海だった。この辺まで海で、もちろんね、八郎湖は完全に海。あとどうかな、キビタキっていう鳥が鳴ったよ、綺麗な声でキビタキ。あとヤブサメっていう野鳥が鳴いてました。ヤブサメ、ヤマガラっていう鳥も鳴いていました。ヤマガラ、シジュウカラっていう鳥も鳴いていました。それからヒヨドリっていう鳥も鳴いていました。今日いたのはね、それからメジロという鳥がいました。あとアオサギという鳥がいました。気がつきませんでしたか？ウグイスが今鳴いています。ウグイス、それ夢だ。じゃあ帰りにね、少し植物も覚えていきましょうね。